ライブでは何音色用意するのですか。はい、ですね、ライブっていうライブは YouTube ライブしかやってないんですけど今音色は用意する音色はその時々によるんですけど、インストのライブだとそこまで用意しないですね。まあクリーン、本当のクリーンとちょっと歪み、ハイゲイン目、ハイゲインの大体4種類ですね、歪みでいうと。まあ、それが全部踏み替えでやるかとそうでもなくて、だから実際には3音色ぐらい、3歪み具合用意して、で、その後、コムギターのボリュームとか、あと僕はボリュームペダルでやるので、ボリュームペダルでゲインをコントロールしたりとか、こういう風に。フルでやるとハイゲイン。で、今手元のボリュームもできますし、あと足元のボリュームペダルで、このくらいに絞って今上げますよ。こういう感じで、一つの原因でボリュームペダルか手元のボリュームで原因を変えるっていうのでいくと、まあ、それは多分何音色っていうと結構境目がない感じになるんですけどね。何音色って言ってると答えになってないですね。だからたくさんです、そういった意味では。あとはだからディレイがあるとか、モジュレーションがあるとか、あとワウですね、ワウがあるとか。何音色なんだろう。あ、じゃあすごいざっくり言うと、クリーン、クランチ、ディード、それに付随した、例えばクリーンにディレイがつく、クリーンにコーラスとディレイがつくとか、空間系は別でこう追加するみたいなパターンですね、僕の場合は。今ねクリーンでしょ、クリーン、これ今素のクリーンです。これがで、今ちょっと使うか分かんないかなと思ったんですけど、ローゲインの歪みが、これはなんか、ちょっと歪ませた。歪ませたってもクリーンに近い歪ませた時に使いたいようですね。で、ハイゲイン目の歪み。まあ、これで3つあるとしましょう。で、さらにハイゲインっていうのをですね、っていうのを、まあ、ブースターを足すみたいなので用意しますね。で、それプラス、じゃあ、クリーンに、ディレイ。リバーブ。で、コーラス。で、フェイザしてます。これはプログラム組むんじゃなくて、エフェクターが並んでるみたいな感じですね。ヘリックス使ってるんですけど、ヘリックスのエフェクターボードにエフェクターが並んでる感じで、その時時々で
歪んでる時にディレイを踏みたければ歪んでる状態でディレイを踏みますと。でまあリバーブ足したいなと思ったリバーブ入れます。でさらにまあいわゆるディチューンでちょっと広げたいっていう時にはあれですね、ラックな感じの、あとワウワウで、これはですねワウの時にワウ踏みながら今ディレイをオンオフしてたんですけど、これねワウの時の専用のディレイを今用意してますね。ディレイの帰りとかフィードバック大きめだから余韻っていうよりはもう効果音もうこのくらいディレイが聞こえちゃうぐらいですね。これねこれでやるといいっすよ。ねこんなに合わせてなんか君の聞いたことないですかね。こういう風にワウの時にディレイをこう入れるんですけど、それ用にワウのディレイを用意する時もあります。今はそうです。こういう普通の余韻のディレイっていうよりはもうディレイっていうやつですね。まあどのくらいですかね。今はそうですね、今そのくらいですね。場合によってはオクターバーみたいなものとかも用意しますけど、あんまり僕はそんなにすごくいわゆるこうえげつない系のエフェクトはそんなに使わない方なので、まあ普通のエフェクターですよね大体使うのって。ちょっとすごい変わったディレイとかもあんまり使わないですしね。 DAW でやるときは使うか。ギターっていうところで言うと本当余韻とあともう一個効果音的なディレイぐらいですね。うん、全然答えになってるかなってないかですね。これはちょっと切り抜き難しいかもしれないです。はい、すいません。はい。